ハワイ諸島の水深測量画像。中央がオアフ島とマウイヌイに相当する。マウイヌイの水没の推移。マウイヌイの陸海の範囲を表す。マワメがアンナの略で、一マワ百万年前のこと。色の濃淡は氷河サイクルによる海水面の上下変動の範囲を示す。リーセントは最後の氷河期サイクルで、この時の低海面の状態は、 1> 約1万8000年前に生じた。マウイヌイ、または大マウイは、戦死時代のハワイ諸島に存在した島である。この名称は、現代の地質学者が与えたもので、ヌイは、ハワイ語で、大きいを意味する。マウイヌイは7つの縦状火山によって形成され、現在は、マウイ島を含む4島に分裂している。120万年前、マウイヌイの面積は1万4600。 平方キロメートルで現在のハワイ島より40%大きかった。当時の地球は表記であったため海水が現代よりも低く、島はより広く海面上に露出していた。縦状火山の地長と浸食によってゆっくりと沈下が進み、蔵状の部分が水没した。結果、約20万年前には現在のマウイ島、モロカイ島。 ラナイ島及びカホーラウェ島の4島が形成された。モロカイ島の西方にあったもう一つの火山島は完全に水没して頂上がサンゴ礁に覆われ、現在はペンギンバンクミヤマと呼ばれている。これら4島間の海底は水深500メートル程度と比較的浅く約2万年前の最終表記局大期にはカホーラウェ島を除く全島が陸続きとなった。 一方、かつてのマウイヌイ島の外苑に相当する部分の海底は、ハワイ諸島の他の島々と同様に、太平洋の深海平原に向かって急落する地形となっている。こういった急斜面では、山腹崩壊による巨大な地滑りが発生することがあり、例えば東モロ海火山の北半分はこの現象によって大部分が失われている。行政上、 マウイヌイから形成された島々は、マウイ群に属している。ありがとうございます。